こんにちは、みえこです。今日は同じ型紙で2種類のバックインポケットといいますか、これ作りましたので皆様にご紹介しますね。こっち簡単バージョンですよ。それでは作り方ご案内しますね。まずはパッチワークバージョンから、型紙から作りますよ。紙4つに折ってくださいね。そしてこのように線描きます。はい、型紙完成したらキルト綿に線を描きます。縫い代ないですよ。そしたらこの大きさの布を用意します。全部縫いますよ。縫い代に気をつけながら縫ってくださいね。はい、トップできたらプレスしますよ。先ほど切ったキルト綿をこのように重ねて、中央の印気をつけてくださいね。それから裏布を重ねてミシンで縫いますよ。返し口を開けてくださいね。
したら余分な布を切ります。でこの縫い代にカットを入れてくださいよ。で表に返したらプレスして返し口を手縫いで閉じました。次にキルトしますよ。はい、このように作りました。そしたら紐を作ります。大きさこれです。これです。そしてキルト綿も用意しますよ。残り使ってくださいね。ミシンで両端縫ったら完成ですよ。そしてこのような金具をこの紐の端につけました。その後先ほど作ったポーチの裏側に手縫いで縫ったんですけど、ミシンで縫ってもいいですよ。裏側につけましたよ。次はフラップ作るんです。キルトするとどうしても小さくなってしまうので、完成してからフラップの型紙を作ると綺麗にできますよ。で、フラップはこの後作るもう一つの簡単バージョンとちょっとだけ作り方を変えてあります。お好みで好きなフラップつけてくださいね。で、これは接着芯を使ったバージョンですよ。縫い代を1センチほどつけて布を切りました。で、この2つを合わせてミシンで縫います。その後、縫い代を7ミリぐらいに切ります。曲線にカット入れるのも忘れないでくださいね。
して布の端にステッチをします。ついでに返し口を閉じました。その後このポチの内側に針で留めます。真ん中に小さいタックを取りました。物が出し入れしやすいですよ、この小さいタックがあると。でバッグの端にこのフラップの布を合わせないで5ミリぐらい内側に手縫いで縫ったんですけど、ミシンで縫っても OK ですよ。中心より1センチぐらい離れたところに縫うといいですよ。そしたら半分に折って両サイドをこのように縫ったら完成ですよ。はい、できました。フラップのこのあたりにスナップボタンつけました。何でもいいからつけてくださいね。使いやすくなりますよ。はい、ではパッチワークバージョン完成です。次は簡単バージョン、みんな大好き簡単バージョンです。型紙は同じですよ。キルト綿も同じにカットします。そして裏布と表布を用意してミシンで周囲を縫います。そしたら余分な布をカットして縫い代に切り込みを入れて表に返します。はい、このようにできたらちょっとプレスします。で、返し口を閉じてステッチしますよ。ミシンで縫ってもいいですよ。はい、このようにできたら中心に印をつけます。そして先ほどと同じようにフラップの型紙を作ります。そしたら今度はキルト綿、表側裏側みんな同じに布とキルト綿を切ります。そして周囲縫いますよ。
次に縫い代にこのようにカット入れて表に返します。簡単にプレスして返し口を縫ったらステッチします。そしたら紐も先ほどと同じように作ってここに手縫いで縫いましたよ。次にフラップつけます。中心より1センチ離れたところにセットして、ここまた手縫いで縫いましたが、ミシンで縫っても OK ですよ。できたら半分に折ってこの横をまた縫います。表に返して ナップボタンつけたら完成ですよ。お財布みたいなバックインポケットかな、完成です。ポケット2つあるので使いやすいですよ。ぜひ作ってくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょうね。またねー。